リーのトリビア講座、イエーイ。猫っているじゃない？その猫の視力なんだけど 0.1 ぐらいしかないんだって。アンビリーバボー。じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラアイスです。ついにゲオでブラックフライデーセールが始まりましたので、お店に行ってきました。今回はその購入品を紹介してみたいと思います。今回のセール期間は2024年11月の22日から12月の1日まで、セール特価のついた中古ゲームがいっぱいあるんですけども、それに加えて中古ゲームソフト2本同時購入で合計金額から500円引きになるという、企画もやっておりました。ということで、もう画面の中に登場してるんですが、今回2本買ってきました。こちらの2本です。もう何買ってきたかもうバレバレなんですけども、これね、あえて値札を隠してます。このぐらいの特価がついてましたよっていうね、ちょっと驚いてもらおうと思いまして、こういう風にしております。じゃあね、一本目はこちら。ドラゴンクエストモンスターズ3。魔族の王子とエルフの旅。これはね、値札シールを見ると、3480円の、まあ、税別になっておりまして、これがセール特価で2480円。税込みにすると2728円という金額になっておりました。ね。もう店頭ですでに1000円割引されてるというね、結構すごい割引なんですけども、参考価格調べておりまして、駿河屋3210円、マケプレだと2810円ということですね。はい、結構だからお得に買えましたよ、これはね。はい、ということで1本目ドラゴンクエストモンスターズ3。はい、続いてこちら、100英雄伝ですね。値札シールが3980円、お、結構高い。でこれがセール特価ついておりまして、1000円引きでした。2980円、税込みにすると3278円。よー、これも結構なね、割引ですよね。で参考価格調べておりまして、駿河屋2500円、マケプレ2070円、ちょっと残念ですね。こっちの方が高い金額になっちゃってます。ただ、今回の、セールの企画で、2本同時購入で500円引きっていうのがありますので、まあ、それを考えると、これも結構お得に買えたと思います。ということで2本目、100英雄伝でした。いかがだったでしょうか。今回は2024年のゲオブラックフライデーセールで購入をいたしましたゲームソフト2本紹介してみました。今回思ったことなんですけど、セール特価がかなり思い切ってるなと。特にスイッチのソフトがかなり安くなってるイメージがありました。これもね、店頭に行ったから発見できたことなので、なんか最近あんまりゲオさんは買うもんねえなとかと思ってる人もいるかもしれませんけど、とりあえずお店に行ってみるっていうのもいいかもしれませんね。はい、もしかしたら良い出会いがあるかもしれませんけどね。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイなら。